はいどうも皆さんこんにちは、ヒロと申します。今回の動画は現在判明しているエピック選手の中で今後のガチャ組み合わせ予想やっていこうと思います。ここからは先張り情報を含んで話していくので、そういった情報が苦手な方は閲覧注意でお願いいたします。ということで早速やっていくんですけど、あくまでも個人的な予想になるんで外れてしまう可能性十分考えられますし、新しくエピック選手がデータインしてくると組み合わせ予想も変わってくるんで、そこは頭に入れて見ていただけると嬉しいです。加えて直近のデータインだと選手名、年齢、この2つのみのデータインで、選手画像が追加されなかった関係でクラブで来るのか代表で来るのか分かんない状態なんで、そちらについても予想しながら話していこうと思います。明日搭載予定のビエラ、ピュラム、シャビアロンソ、この3名に関しては代表エピックで登場予定ですし、ビエラに関しては最初はクラブで来るのかなと思っていたら代表エピックとして初搭載ということで、この年のビエラユーロで優勝しているんで、そういったことも関係してくるのかなと思うんで、選手画像追加されていない選手に関しては、その年にリーグ優勝していたり CL ユーロとかで優勝しているかどうか、こちらを基準にクラブか代表か決めていこうかなと思います。ということで早速判明エピックの組み合わせ予想やっていこうと思います。まず一つ目の組み合わせが、こちら予想ではなくほぼ登場が間違いないんですけど、ティラム、ビエラ、シャビアロンソ、こちらの国代表エピックです。この年のティラムに関してはワールドカップ優勝していますし、ビエラはユーロ優勝、シャビアロンソに関しては特に優勝とかはないんだけど、スペイン代表でデータインされていて、これを見るとやっぱりね、代表で結果を残した選手はそのまま代表エピック、クラブの方で実績残した選手はクラブエピック、そういう搭載の可能性が高いのかなと思います。加えてこの選手たちから特殊スキル ×2 でガチャに搭載されているんで、今後もエピック選手登場する場合は特殊スキル ×2 で出してくるんじゃないのかなと思います。いよいよショータイムの意味もなくなってきたように感じますし、そうなってくるとショータイムは特殊スキル全員持ちとか、そういった変更になってくるのかなと思うんだけど、能力のインフレもねただでさえやばいけど、特殊スキルもね、そこに加わって評価されているんで、ちょっと今後のインフレ具合が怖いですね。ただビエラにフォートレスつかなかったことを考えると頑張って調整はしていると思うんで、ゲームバランス壊れないぐらいでガチャ更新していってほしいね。ということで一つ目は予想ではないんですけど、ピュラム、ビエラ、シャビアロンソ、こちらの代表エピックでした。そして二つ目の組み合わせ予想がバティストゥータ、バッチョ、ルイコスタ、この3名のフィオレンティーナエピックです。この選手たちは2025開幕と同時にデータインした選手で、選手画像も一緒にデータインしたんで、このまま登場することはほぼ間違いないんですけど、一つ懸念点を挙げるとしたらフィオレンティーナがパートナークラブではないことですね。そうなってくるとバラバラで登場する可能性考えられるんですけど、組み合わせがなかなか難しいんで、個人的にはこの3名まとめて出すんじゃないのかなと思ってます。テーマとしてはフィオレンティーナエピックではなくて、イタリアリーグアタッカーズとか少しガチャテーマを変えて出してくるのかなと思います。特殊スキルも2つついてくると思うんで、バティストゥータにフェノミナルとか、バッチョにモメンタムとか追加されると結構面白いですね。ルイコスターはね、少し前にビジョナリーパス追加されて登場していたんで、候補からは外れてくんのかな。ちょっとここに関しては自信ないんですけど、2つ目の予想はフィオレンティーナエピックでこちらの3名でした。そして3つ目の組み合わせ予想がデニスロー、ベルバトフ、ベルカンプ、こちらの3名でイングランドリーグアタッカーズです。この選手たちも2025開幕と同時にデータインした選手なんで、選手画像もこのままで登場すると思います。最初はパートナークラブでエピック登場するのかなと思っていたんですけど、アーセナルで来ると思われたビエラが代表エピックだったんで、ベルカンプ、アーセナルエピックガチャで登場するのはちょっと難しくなりましたし、そうなってくると一緒にデータインしていたデニスロー、ベルバトフ、この2名と一緒にアタッカーズとして登場してくるのかなと思います。特殊スキルとしてはデニスローにバレットヘッド、ベルバトフにフェノミナルとか、そういったスキルに期待したいんだけど、ベルカンプにビジョナリーパスとか、なんかパス系のスキルもありそうだよね。とにもかくにもデニスローかベルバトフにバレットヘッドとか追加されると、今の環境5バックも強いですし、特殊スキル次第で引く引かない決めるガチャになるのかなと思います。そして4つ目の組み合わせ予想がエジミューソン、フェレール、ロベカル、こちらの3名でスペインリーグガーディアンズです。データイン見ていくと、エジミューソンがバルサで CL 優勝している時、そしてロベカルもマドリーで CL 優勝している時、フェレールに関しては特に何もないんだけど、他の選手との組み合わせ的にバルサで登場するのかなと思います。エジミューソンはアンカーの選手なんだけど、センターバック起用もできるということで、去年登場してからしばらく使っていましたし、今作序盤にディフェンスの選手で強い選手たちが登場しているんで、もしこれから来るとしてもアンカー起用とかにはなると思うんだけど、十分戦える選手だと思いますし、フェレールも170
センチだけど能力がいかつい選手。あとはロベカルは言わずと知れた超攻撃的サイドバックなんで、最近流行りの5バックにぶっ刺さると思いますし、かなりいいガチャになりそうだね。あとは特殊スキル、ロベカルにエッジクロスとかエジミューソンにフォートレス、このあたり追加されると嬉しいね。特にロベカルエッジクロスはもうとんでもないことになりそう。ということで4つ目の組み合わせがこちらの3名でスペインリーグガーディアンズでした。そして続いての組み合わせ予想がシャビ、セイドルフ、アンブロジーニ、こちらの3名でヨーロピアンクラブミッドフィルダーズです。まあ、最初はバルサ、ミラン、クラブ単体のエピックガチャ来るのかなと思っていたんですけど、まあ、ポジションごとの組み合わせ的にこっちの方が綺麗だったんで、まあ、ポジション縛りで登場してくるのかなと思いました。シャビに関してはシール優勝している時なんで、まあ、クラブエピックほぼ間違いないと思いますし、セイドルフ、アンブロジーニがね代表クラブ特に優勝はしていなかったんで、どちらとも言えないんですけど、他の選手との兼ね合いでクラブで登場する可能性の方が高いのかなと思います。まあ、中盤の選手なんでアンブロジーニにフォートレス、シャビにビジョナリーパスとかこういった追加になるのかな。そろそろフェノミナルパスとかも見たいけどね。まあ、ただ最近の選手たち見ると一旦ステイガチャになるのかなと思います。必須級にはなんなそうじゃないかな。ただセイドルフが逆足だと最高の選手なんで、もしバグ強化が来るとなると話は変わってくるんで、まあ、そこもね注目していきたいです。そして続いての組み合わせ予想がメッシ、スワレス、ネイマル、この3名のメモリアルエピックです。まあ、この選手たちに関してはメッシがおそらく PT で登場するということで、まあ、何らかの特別なガチャになると思うんだけど、まあ、未だに詳細情報入ってきていないんでまだ何とも言えないですね。去年振り返るとメッシのビッグタイムが11月に登場していたことを考えると、まあ、この特別なガチャも来月中には登場してくるのかなと思います。まあ、メッシ、ネイマールはね過去版でも十分強いんで、とりあえずスアレスが初搭載エピックということでめちゃくちゃ注目しています。まあ、今までのハイライトとかスタンダードのスアレスの能力見ると間違いなく環境には合ってくると思うんで、そこに加えてフェノミナルとか追加されてくると、まあ、よりね使いやすい選手になると思うんでマジで待ち遠しい。メッシ、ネイマールは何度も言うように過去版でもめちゃくちゃ強いんで、まあ、メッシに特殊スキル ×2 モメンタム、ブリッツ、同時搭載とかそういった強化がない限りは無理に引かなくていいのかなと思うんですけど、なんか今話してたら本当にやっていきそうだなこれ。今からかなり怖いんですけども、楽しみなのは本当間違いないですね。そして続いての組み合わせ予想がフリット、ファンバステン、ライカルド、この3名のオランダトリオです。まあ、もちろんミランエピックで登場する可能性も十分考えられるんですけど、まあ、データインの年齢的にファンバステンがユーロ優勝した時なんで、まあ、そこを考えるとオランダ代表エピックで登場するのかなと思います。まあ、前作振り返ってもねこの3名で登場することが多いんで、まあ、理想としてはファンバステンにフェノミナル、フリットにバレットヘッドなんだけど、ピエラにフォートレスつかなかったことを考えると、まあ、ライカールトとファンバステンに特殊スキルついてくる可能性が高いのかなと思います。そこら辺はうまく調整してそう。まあ、今回ね特殊スキル追加しないことで次ピエラ、フリットに特殊スキル追加した状態で登場させると、まあ、みんな引くでしょみたいな感じで考えていると思うんで、やっぱり追加してこなそうだな。ただピエラ見ても相当な能力強化されているんで、新しいフリットも搭載待ち遠しいですね。そして次の組み合わせ予想がベルゴミ、サネッティ、ブッフォン、この3名でイタリアリーグガーディアンズです。まあ、ベルゴミ、サネッティに関しては特にクラブで優勝とかはないんですけど、ベルゴミがワンクラブマン、サネッティが37歳ということでクラブエピックの方が可能性は高いのかなと思います。そしてブッフォンはユベントスで最優秀ゴールキーパー受賞している時なんでクラブエピックで登場すると思いますし、かなり待ち遠しいですね。ブッフォンも能力やばいと思うし、ベルゴミもね環境に入ってくる守備的サイドバックだと思うんで、このガチャも結構熱そうだね。まあ、ただ特殊スキルゴールキーパーにはつかないことを考えると、サネッティにエッジクロス、ベルゴミにフォートレス、このような追加になってくるのかな。まあ、ただね明日来るテュラム、ビエラ、シャビアロンソ、このガチャもかなり熱いんで、まあ、前回のシュマイケル引いた方はビエラ、テュラムの方が不優先度としては高いのかな。ただブッフォンもね初搭載なんでかなり悩ましいですね。でここまで見てもほんといいガチャが多すぎるよな。ガチャに本気出しすぎだな。そして続いての組み合わせ予想がベッカム、ランパート、ジーウベルト、シューバ、この3名でイングランドリーグミッドフィルダーズです。
データイン見ていくと、ベッカムがユナイテッドで3冠達成した時、ランパードがチェルシーで CL 優勝した時、そしてジューベルト・シーバーは特に優勝とかはないんですけど、組み合わせ的にはこの3名でミッドフィルダーズ縛りで登場する可能性高いのかなと思います。まあ、ベッカム3冠達成の時なんで能力に期待したいですし、ランパードもね今の環境かなりやれると思うんでめちゃくちゃ楽しみ。まあ、ジューベルト・シーバーおそらくアンカーで登場するとは思うんですけど、今作ピエラがアンカーなんでね、なかなか使う機会はなさそうだよな。まあ、特殊スキル追加するとしたらベッカムにエッジクロス、ジューベルト・シューバにフォートですかな。まあただベッカム代表でエッジクロス追加されたからな。まあ、ランパードにパス系スキル、ジューベルト・シューバにフォートです、こっちの方がつきそうかな。ただねユナイテッドのベッカムの方が好きなんで代表ベッカムスルーしちゃったんだけど、エッジクロスベッカムも使いたいんでできれば追加してほしいけどね。まあまだどうなるかわかんないんでそこも楽しみにしていきます。そして次の組み合わせ予想がカカ、ミリート、トッティ、この3名のイタリアリーグアタッカーズです。まあカカに関してはミラに所属していてバロンドール受賞した時、ミリートは特にないんですけど、トッティがローマでリーグ優勝した時なんでクラブエピックの可能性が高いですね。まあミリートカカはねクラブエピックでも一応いけるんでそっちかなとも思ったんだけど、そうなってくると色々組み合わせができない状況になってしまったんで、まあ、改めてポジションごとに予想していくとこういった組み合わせになりましたね。まあ、間違いなくカカはぶっ壊れだと思いますし、まあ、ミリートはね毎作ちょっと評価は高くない選手なんでどうなるかわかんないんだけど、トッティがかなり強いと思うんでフォワードの補強としてはめちゃくちゃいいガチャになりそうだね。まあ、理想としてはカカにモメンタム、トッティにビジョナリーパスとか、まあ、フェノミナルフィニッシュでもいいんですけど特殊スキル追加してほしいな。まあ、2年前に登場したミランエピックのカカ未だに使っているんだけど全然やれてますし、そこから強化されて特殊スキル追加される可能性があると考えるとマジでワクワクしてます。とりあえず必須レベルの選手で言うとビエラ、フリットなんだけど、そこに並ぶぐらい優秀な選手で登場するんじゃないのかなと思っています。そして次の組み合わせ予想がフライフ、ストイチコフ、ルイス・フィーゴ、この3名でスペインリーグアタッカーズです。フライフとストイチコフに関してはクラブ代表で優勝とかはないんですけど、まあ、どちらもバルサに所属している年齢なんでクラブならバルサで登場すると思いますし、フィーゴに関してはマドリーで CL 優勝しているんで、まあ、おそらくこの3名でスペインリーグのアタッカーズで登場するのかなと思います。まあ欲を言うとフィーゴにモメンタム、フライフにパス系スキルが理想的かなとも思うんだけど、まあどうなるんだろうな。まあストイチコフにフェノミナルとかの方が可能性は高そうだよね。まあ、クライフもね本当に新しい環境になってさらに強くなりましたし、フィーゴに関しては去年登場した際過去版と比べるとスキルも完璧になったし能力もかなり強化されていたんで、まあ、その状態引き継いで純粋に強化されるって考えるとまた環境に入ってくる選手だと思いますし、このガチャもかなり楽しみですね。まあ、ただ確定しているわけではないんで、まあ、どうなるかはまだ分かんないですね。そして今回最後になるんですけど組み合わせ予想で漏れた選手を紹介していきます。まあ、まず選手数を追加されている選手でいうとロベカル、カシージャス、バイヤ、パクチソン、この4名ですね。まあ、ロベカル、カシージャスは所属クラブ見るとデイリーボーナスの可能性が高いのかなと思うんだけど、バイヤ、パクチソンがねどうなるんだろう。まあ、バイヤ入るとしたらスペインリーグガーディアンズ、エジミューソン、フェレール、ロベカル、まあ、この3名の中で誰かと変わるっていう可能性も考えられるけど果たしてどうなってしまうのか。パクチソンに関しては代表エピック入るとしたらどこなんだっていうところもありますし、まあ、韓国限定のエピック選手とかそういった可能性も考えられますね。まあ、そして選手画像追加されていないんだけどデータ入ってる選手でいうとテュラン、そしてロマーリオ、サピーサリ、この3名ですね。まあ、テュランもデイリーボーナスの可能性もあるのかなと思うんだけど、まあ、過去にバルサ、アトレティコ、トップレベルのクラブに所属している選手なんでもちろんガチャで登場する可能性もありますし、ロマーリオがフラメンゴ時代なんで登場するならなんかのキャンペーンの50ボックス、サフィーサリーは去年振り返ると無料配布もあったんで、まあ、全員に無料配布か、まあ、その国限定の無料エピックになるのかまだわかんないんですけど、まあ、何らかのキャンペーンで登場するのかなと思います。こうやってみると現在判明しているエピック選手の組み合わせ予想は、まあ、結構いい感じに予想できているんじゃないのかなと思います。まあ、もちろんね最初にも言ったんだけど個人的な予想になるんで外れてしまう可能性十分考えられますし、こういう予想はね見るのもするのもどちらもワクワクして個人的には好きなんで、まあ、また何かデータ追加されたり組み合わせ予想が変わった場合は動画でまた紹介していこうかなと思います。ということで今回の動画はこんなところで終わっていこうと思います。まあ、めちゃくちゃ長くなってしまったんですけど、まあ、ぜひね皆さんもこの組み合わせで来るんじゃないっていう予想があればコメントで教えてください。まあ、2025開幕してから絶対
対にぶっ壊れレベルの選手は毎週追加されているんで、かなりお財布が寂しくなってきましたけど、まあ、しっかり引きどころ見定めてガチ塚強化していきましょう。まあ、これからもいろんな動画投稿していくんで、で最後にチャンネル登録高評価まだの方はポチッとお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。